飛行機に落書きをして去っていく男性を描いた絵画。あのバンクシーにも影響を与えたといわれる現代アート作家ニック・ウォーカーの作品です。近代の巨匠から現代アート作家の作品など1000点以上を集めた展示即売会が松坂屋名古屋店で始まりました。葛飾北斎の富嶽三十六景で現在の豊橋市に位置する吉田塾が描かれたこの作品はなんと1320万円で販売されています。会場では作品を手掛けた芸術家が訪れることもあり、その魅力を聞きながら品定めする人の姿が見られました。この展示即売会は今月18日まで開かれます。